12月27日です。現在の時刻は11時17分。テント内の方が寒いですね。8.6 度の、外は 9.6 度だそうです。昨日テント内で簡易暖房システムを試した時の温度が 15.5 度まで上がりました。まあ、それで寝ちゃったわけなんですけれども、外の気温は 13.2 度。結構あったかかったようですね。最低気温もそれほど下がらなくて、外は 4.3 度だったらしいです。今夜はマイナス2度ぐらいまで冷え込むみたいです。今回のテント内なんですが、グランドシートの上にテントと、それからラグ持ってきました。ラグあるだけでもかなりあったかいですね。あと銀マットとエアマット2枚引いてます。これでほとんど底冷えなく快適に眠ることができました。で、テント内は前回と同じようにブルーシートで覆ってます。これで風がかなり遮断できるので、簡易暖房システムで暖かかったです。でザックとですね、旅行カバンで、中もかなりスッキリですね。 IKEA のバッグの中に食料が入ってます。外に出すと猫をハクビシン等にやられてしまうんで、こんな感じで夜はテント内に置いてました。外のキッチン類もだいぶすっきりしました。こんな感じです。で、今回初めて持ってきた、この湯たんぽを使うこたつ、これ相当いいですね。まあ、お湯はあの焚き火で沸かしてるんですけれども、ちょっと時間はかかるけど、これすごいおすすめです。最高です。もう全然寒くないですね。で、焚き火今回タープ内で設置したんで、ちょっと小型版にしました。あんまりでかいとですね、燃料どんどん食う、まあ派手に燃えるんですけど、まあ、どんどん燃料を食っちゃうだけなんで、小型版で省エネにしました。で、ゴミはこんな感じで釣ってます。まあ、これ椅子ですね。タープは今回ポール3本で開放感抜群にしてみました。私の身長171センチなんですけれども、この辺でも全然余裕で立つことができます。それではもう一泊楽しみたいと思います。突然の突風により崩壊しましたので、設営場所を変えたいと思います。ちょっとこっちの壁側の方に変えます。もう一回やり直しです。
年内最後の簡易暖房システムの実験を始めたいと思います。現在の時刻が23時29分、外の気温が 1.1 度、テント内が 2.4 度です。で、これだけでもなんか結構あったかくなるみたいなんで、まずはこれで燃焼実験をしてみたいと思います。これ何だったか忘れたんですけど、なんだろうな、とりあえずよくわかんないんですけど、キッチン用品です。さあ、これでどれぐらい温まるんでしょうかね。お、もう 2.7 度まで上がってきました。で、上の方はかなり暖かい空気がたまるので仰ぎたいと思います。